皆様ごきげんよう、案内人のワンダーです。今回はジョセフさんが火曜日恒例の予言とは別に配信した、12月の予言の2回目をご紹介します。2023年12月の予言。12月21日は冬至を祝う魔法の日であり、太陽も蟹座に入り一連の魔法の転換点に差し掛かります。かつて私たちの祖先はこの日を終わりと新たな始まりの日として祝いました。再生や復活、古代の先祖に対して光を当てる時期でもあります。自分自身の強みと決断を促して自分自身を成長させる時期であるのと同時に、その日はかつては新年でした。新年は1月1日ではなく12月21日から始まっていたのです。12月23日から水星逆行は転換点を迎え、水星が再び射手座に入ります。この移動は私たちが再び過去に行った場所や記憶をたどったり、信念や心情が変わる時でもあるのです。自分が振り返りたくない過去に再び戻ることもありますが、過去を訪れることで今や将来の自分が癒されます。どうか水星逆行に抵抗せず、多少もがくことがあっても特に問題ありません。12月26日に蟹座で満月が天空に現れ、家族や家庭の安全や健全な精神状態を司ります。感情の面でもはやいらなくなったものを置いていく時期でもあるのです。多くの感情が錯綜すると同時に多少普通ではない状態になりますが、その状態を楽しんで祝福するつもりでいてください。満月のエネルギーに触れることで自分の中での調和が保たれ、バランスの取れた人生を送れます。12月29日に金星が射手座に入ると愛がさらに冒険的になり、新たな人間関係と喜びに溢れる時期になります。12月13日に木星が直接牡牛座に入り、拡張する星ですので年末を心地よい状態にしてくれます。新年に安定をもたらしてくれるのです。これらの星の配置を利用して自分の思い通りに動きましょう。そして2024年と12月の残りの時期に何をするのか考えるのです。2024年の目標を書く前に今年に感謝しましょう。もちろん12月21日の冬至の日は座ってこれらのことを書き留めるには最適な時期となります。新月はとにかく新たなことを始められるので、もっと12月が皆様にとって良くなるように持っていきましょう。スピリットからの特定の予言に移る前に、このチャンネルを訪れた皆様、そして戻ってきた方々、私はジョセフ・ティテル、スピリットマン JT と呼ばれています。本日皆様と過ごすことができて光栄です。正確な予言と信託をお知りになりたいのでしたらぜひともこのチャンネルをご覧ください。皆様のご支援に心から感謝しています。この無料のコンテンツを配信できるのもひとえに皆様のおかげです。それでは12月に関する特定の予言をお伝えします。12月は嵐と地震活動が活発になり、特に今年最後のエネルギーシフトの時期である12月26日の蟹座で満月の時期がピークとなるでしょう。蟹座は水を表し、12月は多くの洪水や雨を見ることになります。南の大陸や中東、アジアとアフリカで洪水が発生し、すでに南アフリカやドバイでは洪水となっていますが特に驚きはありません。再びドバイに洪水が来てもおかしくはなく、アフガニスタンや中東の一部が水で押し流されるでしょう。土砂崩れや土石流も発生するかもしれません。カリフォルニア、ワシントン、オレゴンも同じで、大規模な洪水や1メートルから2メートルの雪が積もる奇妙な天候に見舞われると思います。コロラドでは雪崩も予想され、山小屋の半分が雪崩に埋まる光景が見えます。ニューヨークやニューイングランドではクリスマス休暇に向けて雪が降り、イギリスでも同様の状態になるでしょう。嵐がクリスマス休暇に到来し、雪や氷など望まないものがクリスマスの時期にやってくると思います。
水星逆行は旅行やコミュニケーションに影響を与え、また事故を起こしやすくするエネルギーも干渉してきます。多くの航空便がキャンセルされ、旅行客が空港で寝ている光景が見えます。クリスマスイブに空港で足止めされる事態になるでしょう。この時期に旅行する場合は補助的な計画も立て、水星逆行の時期を乗り越えましょう。母なる地球の地殻が大きく動くことになり、さらに大きな地震が起こるかもしれません。いくつかの大地震がやってきますが、今年トルコやモロッコで見たのと同じくらいの地震が3つ近接した地域で発生するでしょう。次の定例予言でどこが地震を襲うのか、もっと詳しい予言をお伝えできると思います。12月から1月初旬にかけて事故を起こしやすくするエネルギーはとどまり続けます。12月はエネルギーシフトや水星逆行に緊迫の度合いが増し、さらに緊張する状態になるでしょう。どうか気をつけて過ごしてください。ちょっとした事故で怪我をしたり、ありえない事態になる場合があります。気をつけていないと救急搬送されるかもしれず、交通事故の件数は跳ね上がるでしょう。特に12月半ばから後半にかけてが危なく、天候も相まって厳しい状況になります。11月にアメリカとカナダをつなぐレインボーブリッジで気違いじみた事故がありましたが、似たような事態が起こるかもしれません。特に橋に注目しましょう。12月はいくつかバスの事故が予測され、ニュースでも大きく報道されるでしょう。この事故でミュージシャンが巻き込まれたり、観光バスでの事故になる気がします。一台のバスが炎に包まれるのが見え、それは事故ではなく設計上の欠陥から発生します。これも含めて複数のバスが炎に包まれる事態になるでしょう。これはクリスマス休暇直後に起こる抗議行動に関連していると思います。バス強盗が起こる感じがしており、サイコパスがスクールバスなどを乗っ取るのでしょう。彼らは乗客を人質に取りますが、多分中東のどこかで起こる気がします。イスラエルで起こる可能性もあり、中東の対立に関連しています。スピリットは橋が崩落するビジョンを見せていますが、どこで発生するのかはまだわかりません。橋の崩落により車が水の中に沈むのが見えます。アメリカ北部、カナダ、そしてロシアが頭に浮かび、今後数ヶ月は橋に大きな注目が集まるでしょう。これから2月にかけて、特に今月が頭に浮かびます。これから複数の橋の崩落を見ることになると思いますが、何も12月だけでなく今後数ヶ月が注目です。いかがでしょうか。空港で寝たことはありませんが、絶対に体がおかしくなると思います。皆様も遠方にお出かけの際は十分な計画を立ててくださいね。こちらで配信できないお話や、審査に落ちて配信できなかった動画などはメディアブルで配信中です。概要欄にリンクがありますので、ぜひ一度訪れてみてください。今回の動画、気に入っていただけたらチャンネル登録、グッドボタン、コメントいただけたら励みになります。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。